はい、おはようございます。さあ今日もですね、今日はそっか10月の6日日曜日ですね。中古市2日目になりますね。まあ何か変わったんでしょうかね。まあ、ここ増えましたね。そういえばね、昨日からだと思うんだけど、昨日もねちょっと天気が微妙な中ね、お客さんいっぱい来てくれてありがとうございました。まあ、今日はこんな感じです。まあ、といってもそんなに変わりはないと思うんだけど、いろんなものがありますね。救命胴衣とかあるの。ほう、ここが増えたというか、そうね、これ国連か、国連軍じゃないんだ。イギリスのボディアーマーなの、これ。うわ、これとかね、なんかねよく見るけど、ソビエト、そっか、ソビエトですよ、ソビエト軍。じゃじゃじゃん、バックはちょっと減ってる気がするけど、気のせいかな。寸眼ケースでね、この特価でちょっと出してますんで、で G36C とね、パトリオットはね、このまま通販でも乗っけちゃうと思うんでね、ご希望の方いらっしゃいましたら、ぜひ遠くの方は通販で。そして USM9 出たばっかの KC のやつもちょっと特売してますね。あまり芳しくないってことでしょう。すげえでかいケースだなこれ、12,000円。いいね、便利そうですねこれね。自衛隊迷彩3900円だそうです。さあ、今回はこっち向きでいってみましょうか。お、いくらか減ったんじゃないのこれ。そうでもないのかな。ずつ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 、こんな感じでね、軍服が売っております。詳しくないんでよくわかりませんが、いろいろね、いろんなのありますね。ぐるっと回ってみましょう。あとはあんまり変わらないかな。なくなったのがあるぐらいかな。ここね、ここね、ここの2階なんですけど、これいつもね、あのかのマック酒井さんがレビューを撮ってるところなんですね。毎週ね、木曜日にやってくるんですよね、大体ね。すごい、毎週頑張ってますよね、よくね。はい、こんな感じです。で、この辺の小物類はいくらか減ってるような気もしますが、どうなんでしょうか。そしてまた増えているようなニューカマーもいるんでしょうか。人が来た。こんな感じで並んでます。ということで、中古市ね、今日は、11時から夕方の5時までとなっておりますんでね、よかったらいらっしゃってください。さあ、そして3階では APS カップの体験会やってます。これあれだね、これ私の練習用コンマ12で売ってるんですけど、ちょっとね、人がいない時はずっと売ってます。そんな感じです。ということで、もう一回改めて撮り直しませんけど、はい、ゴーグル置いてありますね。メガネの方はね、そのままでいいんですけどね。で、シルエットも打てるようにしたんでね、なんとかギリギリ8、9、10、3本ぐらいが限界かなという気がしますが。そしてレンタルガンね、タオルもありますが、レンタルガンがずらっと
こんな感じのもね、用意してるんですよね。こんな感じで狙ってくださいと。これドラえもんじゃないですからね、これね。さあ、ボケが軽滑りしたところで、ブルーズアイがちょっと狭いんですけど、3連用意してあります。こんな感じでね、このブルーズアイを設置するんですね。でプレート機もね、置いてありますんでね。ですんで一応ブルーズアイ、プレート、シルエット、全部打てますよという感じになってます。で今ね、グランドマスターしかないんでね、銃はね。一応体験会グランドマスターも置いてありますんでね。これマーク3ですね。はい、こんな感じです。で中古市はね、今月はまあ今日で終わりなんですけど、来月が、11月のどうすんだろう、3連休なんですよね。11月、まあ来週の2、3、4とかそこら辺でやると思うんですが、2、3になるのか3、4になるのかちょっとまだ定かじゃないんですけど、で中古市やるときね、この3階もこういう体験会やろうかなと思ってるんですが、しばらくの間ね、残念ながら来月の11月はね、私博多に出張してるんでね、3階は普通になってます。12月はまたできるかなって感じなんですけどね。はい、こんな感じで、無料体験会やってますんで、まあ、別にベテランの方が来てもいいんですけど、練習もできますんでね、始めたばっかの方とかね、なんかちょっと、こういうとこよくわかんないみたいな感じの方いらっしゃったら、ぜひついでに、来ていただけたら、私の知ってる知識は、伝授しますんで、本大会130点ぐらいの男ですけど、歴だけは長いんでね、いろんな上手い人も見てるんで、まあ、いくらかアドバイスできることもあるかなと思ったりもしております。はい、そんな感じで、今日は10月の6日ですね。いやー、もう10月6日ですよ。もうとっくに今年は100日ないんでしょ。あんのまだ、そうだよね、そんぐらいだよね。11、12、そうですね。いやーね、今年の後半戦も皆さん頑張りましょうね。何を頑張るのかよくわかんないですけど、まあ、そんな感じで今日はまた、中古市と、APS カップの無料体験会やっておりますんで、ここもね 5時6時ぐらいで終わる予定です。まあ、そんな感じでやってますので、皆さんよかったら遊びに来てください。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。じゃあご来店お待ちしております。